鳥研。おっす。鳥取研究所です。本日はですね、倉吉市議会をですね、勝手に論評するということでございまして、9月議会ですね、皆さんが頑張って質問された内容をですね、論評していきたいと思います。まずはトップバッターはこちらの方、福井康夫さん、公明党ですね。公明党強いなぁ。8月15日、台風7号被害対策について、倉吉はですね、盆地みたいになっておりまして、雨が降るとですね、ドバーッと水が来たりとかするんですよね。農業地区の施設に8230万円で対処しているけれども、もうちょっと事業者の負担を少なくできないかっていうような質問だったり、川床より下がってるエリアがあるんですよ。なのでそこら辺ちゃんとしないといけないよっていうのと、これすごいいい質問したんですよ。河川の川床の浚渫、浚渫っていうのはこういうことです。中洲とかあるじゃないですか、そういう川の水が流れるのの障害をですね、土砂を取り払って川の水の出入りを良くしてみたらどうですかっていう質問されたんです。これすごい質問なんですよね。はい、丸を差し上げます。はい、次また公明党ですね。軸原翔子さん、命の安全教育について、同性愛のパートナーシップ制度の導入について。僕はね、なんかオカマの友達とかも結構いて、こちらの山口さん元気、オカマ言ってたんですけど、こういう風に私たちで遊ばないでくださいと、政治がどうのこうのつって、なんか変な差別利権的なことにしないでくださいっていう風に訴えておられました。ちょっといけてない質問だったんじゃないかなと思いますので、ちょっとごめんなさい。バツ。公明党の質問で初めてバツつけました。はい、さようなら。はい、また公明党ですね。伊藤正造さん、強いですね公明党。公立保育園の再編についてということで、倉吉ではですね、保育園が老朽化したのと、もう一つ若い人がですね、倉吉で子供を産まない、子供が少なくなったということでですね、3つの園を統合して1つの新しいいい園にしようやみたいな話になってたんですけれども、地元の合意が得られなかったと、いろんな問題が出てきているようでございます。どうでしょうかね、任せていただければ、はい、きっちりやらせていただきますけれども。はい、伊藤さんありがとうございました。はい、こちらの方、公明党の鳥海さんですね。公立保育園の再編についてでございますね。こちらの方はですね、保育士が足りてねえんじゃねえかっていうお話をされておられます。保育士がなぜ足らないかというと、ね、変な作業が多いからですね。前にもお伝えしましたけれどもですね、保育園に入れるだけで書類を5枚書かないといけないんですよ。保護者がこの5枚をどういうふうに保育士は申請するかっていうとですね、1枚1枚それを封筒に入れてですね、市役所に提出するんです。そんなのやってらんないでしょ、スマホで一発じゃないですか。そんなこういうことを言うんだったら DX、まあ、要はスマホで受付をするようにしてくださいっていう感じでございますね。この世代の方がスマホを使って書類を受付っていうのに、効率的な社会確変っていうやつにちょっと頭ついていけてないんですよね。今度も透明党ですね。南無法蓮影響。はい、鳥羽正明さん、障害のある方への市の各種取り組みについて、杖の価格が上昇したりとかしてるから、この助成率を上げれないかとか、タクシーチケットを配布してるみたいなんですけど、こちらの方値上げになっているんだから、もう少し上げれないかみたいなことを言われておられます。どうですかね。でも執行率は 78% で 20% ぐらいの方が使われなかったということで、ここら辺はまあ別に何とも議論ですよね。よく使う人が何に使ってるのかぐらいの聞き取りをまずして、段取りよく質問された方が良かったんじゃないでしょうかね。はい、自民党系ですね。倉吉丸田勝隆さん、お年ですね。はい、農福連携について、農福って何っていう話なんですけど、農業と福祉の連携についてで、障害者の方でも単純な作業を同じようにするのには向いている方などをですね、収穫の作業の時にお願いしたりとかですね、まあやってるんですけれどもですね、こちらは県の事業なので市は知らんという木で鼻をくくったような答弁がやってきたようでございます。まあ県頑張ってぐらいの話でございますね。はい、大月悦子さん、自民党系。はい、フレイル予防について、インフルエンザとかコロナのワクチン接種のことですね。以上です。大津正勝さん、倉吉。公立保育園再編について、公立保育園の立地で揉めておりまして、地元の人間は聞いてないよとかですね、意思決定どうやったのみたいな、なんかごちゃごちゃがあるみたいでございますね。再編が決まったのはいいんですけれども、もうちょっと揉めそうな気はしますね。もしよろしければいい保育園ありますよ。
再開発倉吉藤井隆弘さん、台風7号被害と水害について、倉吉の北田川の治水について考えてますかっていう話なんですけども、鳥取の時にも言ったんですけれども、なんか災害に強くなるっていうのを災害一般として一括りにしちゃったもんで、水害に弱くなっちゃったんですよね。で、災害って言ってもいろいろ種類がありまして、地震に強くなるのか、津波に強くなるために防波堤をやるのかとかいろいろあるんですけれども、市で考えるべきはその防災対策とかではなく、やっぱり治水なんですよね。治水を頑張れない市はもう基礎自治体として資格がないと僕は思っております。もし浸水の被害があったのならば、もうそれはもう市政の恥だということを覚えておいていただいてですね、この反省のもとにしっかりと予算を組んでいただくことが大事でございます。ちなみにですね、治水に金を使うのはいかがなものかなんていう話はですね、知らない人間のたわごとでございます。水の害っていうのは本当にひどいもんですから、しっかりとやらないとダメです。はい。心田村しずみさん、こちらもですね、横田地区保育園再編についてですね、揉めてますね。保育園良ければいい保育。先駆け山根健司さん、イケメンですね、ムカつきますね。はい。ふるさと納税の用途や管理について、納税額が伸び悩んでるぞ。倉吉市の返礼品は梨、スイカ、米が中心となってて、安定して供給できる返礼品がないというか、スイカもですね、季節ものですから、まあ、なんか考えていかないといけないでしょうね。ちなみにふるさと納税で一番使われている用途はですね、保育園の運営費だそうでございます。いいと思いますよ。先駆けの福井のり子さん、小中学校の熱中症対策について、お、素晴らしいじゃないですか。熱中症の対策は涼しいところに行くことなんですよ。熱中症って水飲んでも治らないし、予防にならないんですね。だって暑いところにいるから熱中症になるんであって、それに対して市がですね、ホームページとかで熱中症対策について呼びかけっていうと、どうせあれでしょう、ホームページで水分補給をこまめにやりましょうとかでしょう。それは防げませんから、涼しいところを作ってそっちに行ってください。はい。先駆けの米田勝彦さん、はい、防災について、8月の台風の時、防災無線で避難所に退避するときは水や食料を持参してくださいって言われたんですって。水や食料の持参は要請すべきじゃないっていうことお話しされてますね。僕はその通りだと思いますね。今回水害ですからね、水道は生きてるわけでございますから、水さえあればどうにかなるでしょう。いいと思いますよ。はい、丸を差し上げます。先駆け朝日当時さんですね、市営淀屋町の住宅建て替えについて、大切なことではございますけれども、まあ、あとこの方も熱中症対策のことを言われてます。9月議会だったので、夏の盛りが終わったぐらいの頃に暑くて問題だったなということで、9月の議会で質問になったということで、今年中に対策をされた方がいいと思いますよ。特に学校、暑い時の午後の体育とか絶対やめた方がいいと思いますね。勇気を持ってね、体育の授業夏場なしにした方がいいのかもしれませんね。最後、大鳥は共産党です。佐藤博秀さん、帯状疱疹ワクチンについて、水疱瘡と同じウイルスでなるやつがあるんです。50歳ぐらいになると命の危険があるっていうことで、ワクチン打った方がいいよっていう話なんですけど、5万円するんですよ。50歳以上になるとこれが無料になるんですけれども、ワクチン系のやつはですね、ちょっと高くてもですね、打ってもらった方がいいような気もしますけれどもですね、これは国の予算なんですけれども、なぜかというとですね、帯状疱疹になって薬飲んで治す医療費よりもワクチン打った方が安いからですよね。僕、共産党の方大嫌いなんですけど、この人の質問はありかなとは思います。ただこれは市ではなく国の予算の話ですね。あとは自治体ですね、市とか村とかで働く人の労働者の処遇改善ということで、まあ、いろいろ質問されてらっしゃるんですけど、まあ、こちらの自治労というやつがですね、まあ、この方たちの支持基盤なんですよね。なんで給料を上げてあるっていうことなんでしょう。はい。倉吉っていうところですね、思った以上に公明党の方が多いんですね。僕びっくりしました。ということで、この度の MVP は、はい、福井康夫さんに、決定いたしました。僕ね、本当に、ね、公明党の方嫌いなんですけど、福井康夫さんのですね、質問で川床の浚渫工事に言及されたのはよろしかったと思いますね。数が多いんでね、一人一人の質問がどちらかってるのはそちらで頑張っていただくとして、福井康夫さんのですね、質問をですね、やっぱり市の行政の基本である治水ってやつにですね、しっかり言及をされてたので、すごいいい質問だったと思います。倉吉市議の皆様、これからもですね、鳥取を良くするために頑張ってください。え、境港はやらないのかって、境港を司法がですね、手に入りませんでした。さようなら。